食事やエクササイズ頑張ってるけど、なかなか痩せない。そういった方、実は胸に原因があるかもしれません。今回の動画を最後まで見ることで、なぜ胸に原因があって痩せにくいのか、胸をどうすれば代謝が上がって痩せやすくなるのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ドリルストレッチというのを紹介していきます。今回のストレッチを行うことで、呼吸が深くなり、代謝が上がります。食事、エクササイズ、頑張っても変わりにくい。実は代謝に原因があったり、呼吸に原因があったりします。昔と比べて現代は、スマートフォンやパソコン、同じ姿勢で止まってる状態っていうのが長くなってます。そうなると、どうしても上半身の筋肉が緊張してしまって、呼吸が浅くなり、血の巡りが悪くなり、代謝が下がり、自律神経が乱れるといった不調が起きてきます。そこを今回ドリルストレッチを使って、胸のストレッチ、肩甲骨のストレッチができますので、横隔膜が広がりやすく、呼吸が深くなり、代謝が上がってきます。簡単ですので、一緒に頑張ってみていきましょう。たった30秒のストレッチを2つやっていきます。スマートフォン見ながら座ったままでできますので、やっていきましょう。それでは紹介していきます。はい、スマートフォンをまず顔の下に置いてもらって、まず軽く深呼吸を3回してみましょう。今呼吸がどれぐらいの状態なのかを分かってください。普通に吸ってね、吐いて。普通に吸って、吐いて。まあ、どれぐらいの呼吸の深さなのかっていうのを感じてください。はい、それではまず始めていきましょう。はい、まず一瞬目なんですけども、肋骨に手を当てて、肩が上がらないように、軽く肩を落として、肋骨をさする感じで、肘を後ろにしっかりね、引いて、胸のストレッチ、肩甲骨を使います。30秒いきましょう。スタート。もしね、スマホ見ながらするのが難しい方は、ちょっとスマホ前の方に置いてもらって、見ながらやってください。呼吸はリラックスです。しっかりね、肋骨さすって、肋骨っていうのがすごく呼吸するのに関係していて、横隔膜もね、もちろん関係してるんですが、しっかりね、肋骨あたりをさすって、リラックスさせて、はい、OK! はい、そして2種目目なんですけども、これがすごく大事です。まず、手を後ろに引っ張ってみてください。肩が上がらないように、肩を落として、手を後ろに引っ張る。そしたら大体、このくらいまでしか行きませんよね。で、こっから手を一回返してみてください。そうすると、さらに後ろまで行くと思います。ここでさらに手を返す。そうすることで、はじめよりも遠くまで行くことができます。なので、ストレッチがしっかりできますので、しっかりね、呼吸が深くなります。これ30秒です。見ながらやってください。いきます。まずしっかり広げたとこから手を返して、また手を戻す。肩内巻き、肩外巻きっていう風に、手をね、ドリルのように動かしてください。肩が上がらないように、これでね、胸のストレッチがね、すごくできます。肩甲骨あんまりね、動かさない方は肩甲骨もね、しっかりね、動くようになるので、ドリルやってください。 OK! ちょっと肩がね、少しだるいと思うんで、肩少し楽にしてもらって、はい、これで深呼吸3回やってみましょう。吸って、吐く、どうですか？はじめよりもね、呼吸が多分ね、1.5 倍ぐらいね、入ってくると思います。しっかり鼻から吸ってね、口からはーって吐いてみてください。はい、OK。どうでしたか？今のドリルストレッチ。この2種目、毎日、朝とか晩とかやってみてください。呼吸深くなると、リラックスできるんで、リラックスできると、自然とね、食事、運動のストレスを感じなくなって、暴飲暴食がね、まあ運動したくないっていう、だらけた気持ちっていうのが、リラックスできると、なくなってきますんで、なかなかね、ただ痩せたいっていう気持ちだけでね、運動頑張ろう、食事食べ過ぎたらダメだ、頑張ろうって思ってても、ストレス抱えやすい、呼吸が浅い生活をしていると、どうしてもそれがなかなかね、抑えられなくなって、運動をしなくなる。暴飲暴食してしまう。ああ、それはダメだ。これもまだダメだって罪悪感が湧いてね、またさらにストレスを感じるっていう悪循環になってくるんで、まず、呼吸を深くするっていうことから根本が変わってくるとね、自然とリラックスできて、
なんか無理なくダイエットできてきたりするんで、今回のドリルストレッチ、ぜひ頑張ってやってみて、気持ちよかったよとか、呼吸深くなったよって方はね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。これからも有益な情報を配信していきますので、よろしくお願いいたします。説明欄にインスタグラムなどリンク貼ってますんで、よかったらインスタグラムの方もチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。